前回のアンダーテールターボ。いやーごめんね、触らなかったね。僕は何度でも降りるよ。いい加減にしなさい。あ、これマジおこくらいまでいったんじゃないか。やばいやばいやばい、入ってまいりバタースコッチちょっと早いか。スパイダードーナツ、スパイダードーナツいくか。オッケー。わー、早かった早かった早かった。うわ、え、どうしたらええのこれ。やばいな。やはり戦うべきなんだろうか。帰ろうか、もう帰ろうよ。とりあえずさスケルトンなだけに全然わからん。面白くもない。お前ズームにすんな。お前勝手にズームにするかどうかは俺が決めんねん。お前ヨットゲームチャンネルへようこそ。ヨットと申します。アンダーテールスイッチ版ターボ、続きをやっていこうと思います。はい、前回ね、しゃもじの無垢な好奇心がね、トリエルさんを死に至らしめてしまいました。そして扉のね、先から出たところでなんかね、あの愉快な骸骨兄弟とね、出会いましたよね。早速続きをやっていきたいと思います。はい、今日の設定なんですけれどもね、これ結局ね変わらないんだよね。だからなんかのタイミングでもしね、このね、画面がね変わればまたね紹介していきたいと思います。はいはい、そうでしたね、ここでしたよね。ここになんか看板とかあるぞ。これ何？これは異次元ボックスです。はあ、異次元ボックス？何？中にアイテムを入れたり取り出したりできます。この先にも同じボックスがあるので、いちいちここへ戻らなくても大丈夫です。あ、そうなんだ。ここにねストックしとけるということかな。ボックスマニア。何それ、使う。はい、一時的に、ん？なんだこれ、丈夫な手袋っていうのが入ってるぞ。これ出せ。あ、こっち入れとくことによって、なんかこう預けとけるんだね。オッケー。包帯棒切れ。包帯、あ、これ最初装備してたやつか。いや、なんか使えそうだからね。ちょっと残しとこう。丈夫な手袋っていうのを装備できるんじゃないか？これ。ちょっとまずインフォ見よう、インフォ。うん。え？丈夫な手袋武器なの？あ、そう。ピンク色の擦り切れた革手袋。5本指用。まあそうだね。じゃあ人間用だね。うん。オッケー。ちょ、それ装備しようぜ。うん。オッケー。またね、道が上と右と分かれております。右行こうか。は？こっち正解っぽいね。僕はね、間違った方から行きたいんでね。よいしょ。あれ？なんだ？川、そして釣り竿みたいになるぞ。釣り竿が地面に突き刺さってる。釣り糸を巻いてみる。あ、やろやろやろ。釣りできるんじゃないか？あ？釣り針には変な顔したモンスターの写真が引っかかっている。写真が引っかかっているの？すごいね。電話ください。これが僕の番号です。電話するのはやめておいた。あ、そうだよ。なんかね、嫌な予感するよね。え、なにこれ、使えないかこれ。あ、釣り糸元に戻した。オッケー。うん。これでなんか釣れたりしないか？うん。あ、無理か。うん。ちょ、もう個人情報晒しすぎやろ、お前。もう、もう一回つけとけ、つけとけ、もう。うん。ほんならこっち行くしかないよね。行こう。うん。またいるぞ。そしたらさ、アンダインがさ、ん？あ、見つかったかな？なんやねん、早しろ、お前も。兄ちゃん、あれって、ひょっとして、人間？いや、あれは、岩だ。あの、しゃもじの後ろの岩を見てるってこと？なんだ。見ろよ、岩の前になんか立っているぜ。もうそっちのことを聞いたんじゃないのか？あれって、人間？うん。信じらんない。兄ちゃん、俺様はついにやったぞ。うん、アンダインに褒められる。これで、俺様は、人気者、人気者、友達いっぱい。おほん、おほんってないね、お前。おい、人間、ここは通さんぞ。あ、なんかね、人間ハンターとか言ったよね。バトルになるんじゃないか。偉大なるパピルス様が、阻止してやるからな。うん。貴様を捕らえて、都に連れて行って、そして、あとは知らないけど、とにかく、貴様覚悟しろ。あ、バトルなので多分。いや、逃げんのかい。うまくいったな。
心配すんなって。悪いようにはしないぜ。オイラに任しとけよ。なんか逃げていったぞ。そしてなんか言わなくなったけど、ここにあって言わなくなったけど。まあ、進んでいこうか。あ、エンカウントしてきたね。うわ、何お前。お笑い長。あ、そうですか。お笑い担当ですか。あ、なんとなんかいろいろあるぞ、選択肢が。ネタを拾おうとする。笑う。あ、ちょっと、ネタを拾おうとしよう。うん。氷ネタの寒いダジャレを言った。ん？あ、こっちが言ったの？しゃもじが言ったの？あ、えんとちゃいます？関西人か。なになになにこれ、これ、なにこれ。何が飛んでんの、お前。うん。お笑い長は、客席の空気を読もうとしている。ああ、お笑いの方だね。あ、まだ光らないね。ほな、笑おうか。笑ってあげようか。うん。お笑い長が面白いことを言う前に笑った。あ、それあかんのちゃうか。そこはちょっと空気読んで、なんかね、言うてから笑わんとあかんのちゃうか。なんもおもろいことを言うてへんで。うん。今のはね、ナチュラルな関西弁ですよ。うん。濡れた枕の匂いがする。うん。どういうことやねん。どういうことやねん、お前。そんな夜もあったということか。うん。やじる。お笑い長に、おもんないと告げた。あ、まあ、関西弁の方がね、ちょっとストレートに刺さるよね。うん、センスも頭も腐っとりますの。うん。あ、いた。あ、あんま端っこ行ったらね、ちょっと当たるわ。うん。客席の空気をもっとするよね。え、どうしたらいいんだろうね。分析しようか。うん。観客にネタを聞かせるべく戦う。うん？ティーンコメディアン。どういうことなんだろうね。氷ネタってのは、よう滑りまんねん。うん。まあまあ、まあ、そうだね。うん。氷ネタってお前。あ、光らないね。多分、このね、敵の、なんて言うんだろう。そのモンスターの、なんかね、正しい対処法があると思うんだよね。やはりネタかな。うん。あー、なんか違うっぽいね。けど、ただセリフ変わるよね。お？お笑い長は自分の名前がダジャレなことに気づいてパニクっている。なない、お前。今更気づいたということ？なんか変わってないか？あ、ダメだね。ネタを拾おうとするの連発かな。あ、でも変わらないね。えんとちゃいます、言ってますね。なんやねん、お前一匹にどんだけお前時間食っとんねん。笑う。あ、来たぞ。お笑い長のダジャレを聞いて笑った。これだ。おもろいやろ、親父め、見たか。あなたのお父さんもそういうお仕事の方かな。うん。お笑い長は自分のクールなジョークに満足げた。はい。あ、満足したらいいんじゃないか。ほら、来た。そういうことだね。オッケーオッケー。ちょっと満面の笑顔です。ありがとう。12ゴールドももらったね。うん。いや、ネタを聞かせてもらった僕の方がね、お支払いしないといけないんだが。お、なんだこれ。ダンボールにナレーションが書いてある。あ、ナレーションが書いてあるの？あ、そう。うん。貴様は思った。これは立派な見張り小屋だ、と。うん。貴様は思う。一体誰が作ったのか。きっとあの有名なロイヤルガードの男に違いない。注意。まだ有名なロイヤルガードにはなっていないけどね。うん。これは完全にあの、シュッとした方の骸骨だね。オッケー。お、なんかあるよ、看板。動くな、絶対。あ？なんだ？動くなよ。しゃもじ動くなよ。いや、なんもならへんのんかい。どういうこと？これのことかな？なんか、動いたか？気のせいか？は？誰？あなた。すごい顔してるぞ。俺はよ、動いてるもんしか見えんのよ。動いたもんには容赦しねえ。そう、例えば人間とかな。二度と動かねえようにしてやるぜ。なにこれ？ワンボ。すごいね。お前ちょっと待って。もう右手の剣をどうしようとしてんの？お前。すごいね。癖のある、なんかね、装備の仕方してるよね。オッケー、ワンボー、分析していいかな、まず。うん。動くものにすぐ興奮する。あ、そう。趣味、リスなど。ん？趣味がリスなどってどういうこと？リスってこの動物のリスか？うん。はいはい、オッケー。1ミリたりとも動くな。オッケー、これ動いたらダメージ食らうんじゃないか？そういうことだね。オッケー、優しいじゃないか、ワンボー。ワンボーは何も見つけられない。あ、なるほどね。動かなかったら見えないんだ。オッケーオッケー。あ、これなでなでしたら荒れちゃうか？動いてるから。見つかるんじゃないかねえ。ということは、あ、でもなぜなら でもしたいな、一回。一回してでもいいですかね、これ。あ、ないないな。びっくりしたぞ、びっくりしたぞ。撫でられたぞ。あ、見えてへんからか。撫でて、抱いてってお前、お前。何を言うとんねん、お前は。何を言うとんねん、お前はもう。あ、黄色く光ったぞ。もう いけるんじゃないか、黄色く光ったら。ほら、逃がす。逃げるはないんだ、逃がすしか。あ、そう。逃がしてあげよう、ワンボ。うん。めっちゃお金くれたね。
なでなでされたぜ。動かねえもんになでなでされたぜ。あ、なんかよっぽど嬉しかったんだね。よかったよかった。ダメだ、骨っこジャーキーでも決めて落ち着かねえと。うん。これチン押したのか、チン押したのか、お前。おい、誰かいんのか、おい。あ、そうなるだけかな。もう一回押そうか。犬っすと犬っすか、二人して俺をからかってんだな。上等だぜ。なにこれ、もう一回やろうか。あ、なんかちょっと待って、骨あるぞ、ほら、ここに。誰かが骨っこジャーキーを決めたとだ。ま、決めるとか言うな、お前も。いらんように捉える人いるやろ。ちょっと待って、もう一回押していい？グレータードッグかなあ、お前なんだろ、違うのか。うん、今ね、ちょっとね、犬っこジャーキー決めてありますからね。それに夢中だからね、気づかないんじゃないか。あの、背の丈スケルトンじゃねえのは確かだ。あいつは声がでけえからな。あ、知り合いなのかな、やはりね、あの兄弟とね。誰だか知らねえが、いたずらしてんじゃねえよ。これで最後じゃないかな。ほ？てんてんてん。これトリエルさんと同じじゃないか。これね、何回も繰り返したら最終的にてんてんてんになるっていうね。そうだね。オッケー、完走したね。ごめんね、何回も押しちゃってね。うん。オッケー。あ、いたぞ、スケルトン。よう、一つ大事なことを教えとくぜ。パピルスは、スペシャル攻撃を使ってくる。語呂が悪いね、スペシャル攻撃って。青い攻撃が来た時は動かなければダメージ受けないぜ。あ、先ほどのね、なんかね、もう犬でね、実証済みです。覚えやすいように説明するな。いや、もういいよ、大体分かったから。信号が赤になったらみんな止まるだろ？信号は赤が止まれだけど、青が止まれだと思え。あ、逆だということね。な、簡単だろ？バトル中は青が止まれだぜ。お前、くどいな。うん。あ、それだけ？うん。あ、ごめんごめん、もういい、もういい、うん。ってことは、あ、なんだ？ほ？あ、滑ったね。すっげえ滑ったね、ほらほら。勝手に進んでおります。北、氷。南、氷。西、氷。うん。あ、まあ、東は？東は何？東は、スノーフルの街。あ、なるほどね。ほんなら、と、氷。あ、氷もあるんだね。オッケー。ほんなら、まあ、氷から見ようか。北から行こうか。うん。お？なんだ？なんか雪だるまみたいなね、作ってあるぞ。雪だるまにしてはね、ちょっとくびれがすごいよね、あなた。こんにちは。僕は、雪だるまです。あ、そうなんだ。喋れる雪だるまなんだね。うん。僕の夢は、うん、世界旅行。パッと見、世界陸上に見えたからね。うん。でも、あいにく僕は、ここから動けません。旅人さん、もしよかったら、一つお願いしてもいいですか？お、何かな？僕の体から雪を取って、遠くへ運んでほしいんです。え？僕の体から雪を取って、遠くへ運んでほしい。いや、そんなことしちゃったら、あなた、溶けて消えたりしないか？いや、ま、いいけど、いいけど、お前がそれでいいんやったらいいけど。よかった、どうかよろしくお願いします。雪だるまのかけらを手に入れた。ん？いや、お前、本体がいかんでんの？お前。僕の調子はどうですか？この前あげた僕の体のかけらのことですけど。はあ。あ、これね、雪だるまのかけら。うん。うわ、45HP 回復。え、これ食べてもいいんだ。世界の果てまで連れてって。あ、だから、これずっと持っとかんとあかんのちゃうかな。そういうことでしょうね、多分。あ、ですよね。これ一回使ったらまたもらえるのかな。でもあんまもらいすぎたらね、君なくなっちゃったらね、かわいそうだからね。オッケーオッケー。ほんなら、よいしょ。スノーフルの街だっけ？そっちの方行きましょうかね。うん。あ、まただぞ。兄ちゃんは怠け者だ。あ、また喧嘩しとるぞ、あいつら。一晩中昼寝をしてたし。それは昼寝じゃなくて、普通に寝てただけ。またそうやって言い訳ばっかり。あ、また見つかったぞ。うひょう、人間がやってきたぞ。ここは父さん。我が兄と共にパズルを仕掛けてやった。お？パズルだ？このパズルはなかなか、ショッキングだ。何しろ、その名も、透明ビリビリ迷路。この迷路の壁に触れると、このオーブから強力な電撃が発生する。あ、そう。どうだ？素晴らしいだろ？もっとも、貴様にとってこれは悪夢の始まり。余裕をかましていられるのも今のうちだ。はーい、それじゃあ始め。うん。あ、これで、なんか間違ったところに行くとバチバチってなるんでしょ？だったら、あ？何？ちょっと兄ちゃん、何やらかしたの？そのオーブ、人間が持たないと意味ないんじゃないの？あ、間違ったらそのオーブからビリビリするから、あ、そういうことね。うん。あ、そっか。うん、いや、お前バレバレや、お前バレバレや、お前。はい、じゃあこれ持って。うん、ちょっと頭に乗せるのやめて。うん。はい、はじめ。うん。まぁちょっと分かってしまってるからね、僕。こうね、こうね。こうね、こうね、こうね。よし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 。あら、どうや？すごい、己、チョコ材だ。うん。こんなにあっさりクリアするとは。
まあ良い。次のパズルはそうはいくまい。何しろ我が兄サンズの作品なんだからな。貴様は間違いなく途方に暮れる。俺なら間違いなく途方に暮れる。にゃははは。バカだねあいつね。うん、すいません、ちょっと話伺っていいかな。ありがとな、おかげであいつすごく楽しそうだすごいね、弟思いのねお兄ちゃんなんだね。うん、そうそう、パピルスが着てる、コスチュームだけど2週間前のコスプレパーティー用に作ったんだ。それ以来ずっとあれしか着てなくてさ、あ、すごい気に入ってるんじゃないか。本人曰く戦闘用ボディ、うん、らしいんだけど。はあ、ほんとパピルスってイケてるよな。うん、兄弟愛がすごいね。うん、あ、ごめん、もういい。うん、わかった、わかった、すいません、すいません、もう勘弁してください、勘弁してください。はいはい、じゃあね、続き進んでいきましょう。うん、はなんだなんだ、なんかね、すごい格好してるね。うん、なんか売ってるんじゃないか、これ。いや、そんなことよりお前、頭どうなってんねん、お前。おかしいな。なんで全然売れないかな。冷たいスイーツを食べるには、うってつけの気候なのに、あ、まあ、寒いところでね、まあ、寒いもの売ってもどうかと思うけどね。うん。お客さんだ。いらっしゃい。ナイスクリーム。お一ついかが？いや、いいね。語呂がいいね。そういう語呂のいいもの僕大好きだからね。ナイスクリーム欲しいな。舌にひんやり、心はほっこり、美味しいフローズンスイーツだよ。今だけ、たったの 15G。でも買ってあげよう、15G だったら。はい、どうぞ、素敵な一日を。ナイスクリームを手に入れた。ちょっと見てみよう、ナイスクリーム。あ、15HP 回復なんだね。うん。棒付きのアイス。棒にはほっこりする一言が書いてある。あ、そうなんだ。あ、それは使わないと見えないのかな。そうなんだ。あの雪だるまの方がね、すっげえ回復するよ。うん。あ、何個も買えるのかな。あ、何個も買えるんかな。あ、でも一つでいいかな。うん。じゃあ、お友達に伝えておいてよ。雪深い森の奥に、アイスクリームショップがある。あるよ。お前、そこはナイスクリームって言わんでええのか、お前。うん。わかったわかった。ん？なんだ、ちょっとね、なんか、荒いエフェクトというかね、これ、なんか雪だるまみたいな。これ、どうしたいのこれ。触るかこれ。あ、蹴っ飛ばせるぞ。蹴っ飛ばせるね、ほら。あ、なんかちっちゃくなっていくぞ。ちょっと、いい？おいらもおやつビジネス始めてみたよ。フライドスノー、5G ポッキリ。あー、まあ、ちょっと、じゃあいただきましょうか。うん。おいら、5G って言った？ 50G の間違いだ。でもいらん、お前も。うん、だよな。うん。それでもまだ、安すぎだ。あ、なんか高価なものってこと？うん。買うてあげんとかんの？うわ、また大きくなってるぞ。なんでこれ？え、なにこれ？ちっちゃくなったり大きくなったりするんだが？あ？なんだ？これゴルフみたいな感じで、ここの穴になんかオットドスとかじゃないか？ありえるね。ちょ、何回か触ったらでもちっちゃくなっちゃうんでしょ？よいしょ。よし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 。あ、ドリブル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 。ドリブルせドリブル。これ難しいぞ難しいぞ。あかあか難しい難しい。あ、消える消える。やばいやばいやばい。あかあか。あー！いけ！よしよし。決めろ決めろ。最後決めろ。最後。あー、惜しかったね。多分何か起こるんじゃないかな。よし、いけ。落ち着け落ち着け。難しいぞ。ずっと常に触ってたら消えへんから。よしよしよし、あー、ドリブルドリブル、あー、落ち着け、しゃもじしゃもじ、落ち着け、お前、昔から球技な、苦手やもんな、お前。あかあかあか。いや、もう下手くそか、お前はもう。下手くそか、まあ、これで何も起こらへんだ、お前。どうしてくれんねん、この尺を。え？いけいけいけ、オッケー。あの、氷ゾーン気をつけろ。お前、下手くそやな、ほんとに。え？横にこうやって、そう。いやいや、お前が滑ってどうすんねん、お前が。あかあか。あ、いいぞ。あかあか。あかん。いけ、ナイス、とどめ、ナイス。で、何？紫、自由を奪われても腕を走らせボールに終止符を打つ。はあ、虹手に入れた。うん、これね、もっと大きな雪だるまの状態でここに入れることができたら、もうちょっとね、高評価もらえたんじゃないかな。何回かできないそれ。あ、それだけ？あ、あるぞまた。これちょっとね、頑張ってやるか。このサイズのままね、入れたいよね。よし、行こう。よいしょ。ちょっとしばらくね、お付き合いください。このくだらないゲームに。よいしょ。オッケー、ナイス。オッケー、あ、惜しいね。これ、なんか、当たり判定が微妙だよね。オッケー。こうやって、氷ゾーン、お前気をつけろよ、氷ゾーン。とにかく、このね、雪、ナイス！来たんじゃないか？ナイス、来た！パーフェクトちゃうか？緑。ボールを気遣う優しい心が勝利の味をもたらす。一時点に入れた。なんで減っとんねん、お前。じゃああれだね。めっちゃちっちゃい状態で掘り込んだら何 G もらえるかだよね。この法則で言えば、ちっちゃくなればちっちゃくなるほど、なんかね、お金がもらえるんじゃないか。そして、お金がもらえるという理由で、こいつがね、なんか 50G でなんとかポテトって売ってたよね。うん。だよね。だからこれ最終的に 50G で買わないといけないと。
そして 50G 持ってない方がいらっしゃれば、僕なんてね、今 46G でしょ。で、どうしてもこれ買わなければいけないみたいな感じで、で、ここでお金貯めろっていうことじゃないか。まあ、はっきり言ってね、まあ、モンスターからね、もらった方が早いんだけどね。とにかく、ゴール前ぐらいまで行って、そして大きさ調整してから入れたらいいんじゃないか。ねえ、そうだよね。お前も慣れてきたね、しゃもじね。うん。あかんも油断したらすぐそうするやろ、お前。うん。いけ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 。そう、横移動をうまく使え、横移動。あかん、お前何してんねん、お前。もっと小さくして、小さくして。お前何してんねん、赤。お、いいサイズ、いいサイズ、いいサイズ。そのままいけ。ゴルフボールぐらい、あ。うん、まあ。ちょっと待って。大サイズ、小サイズ、ゴルフボールぐらいでまた紫なんだ。なんか、すごいいいサイズっていうのがあるのかな。これ触ってたら、サイズ変わらないよね。変わらないよね、これね。これ。あーもう落とし、いいぞいいぞ、お前バカ、え、今ので紫なの。うん、あ、でも 50G 溜まったね。 50G 溜まったな。ちょ、行こうか。あ、ちょっと待って、こっちにも雪玉見つけたぞ。で、道もあるしね、こっち。お前、あれ、ちょっと、あ、これ蹴飛ばせないタイプだ。ただの雪玉のようだ。でもよく見ると、雪の12面体だった。あ、そう。12面体？あ、すごいね。はぁ、なるほどね。これ滑らない話が12人の時に使えるんじゃないか？まあ、ええか、買うか。こうだるわ、お前。うん。これちなみに 5G でいらないってどうなるんだろうね。だよな。うん。それじゃあ、さすがに安すぎるよな。うん。やっぱり 50G かな？うん。うん、50G なんでしょ？オッケーオッケー、買うわ。本当に？じゃあ、5000G だったら？お前な、お前それ貯めるまでな、お前あと何百回、お前雪玉入れやなあかんねん、もう。5000G だったら、あ、くださいって言うたろか、じゃあ。うん、ください、5000G で僕は欲しい。じゃあ5万 G、これで決まりだ、ください。え、金が足りないのか？まあ気にすんなって。おいらだってフライドスノーなんか持ってないしさ、持ってへんのかい。お前今までお前これを蹴らした、お前。はいはい、余興はね、これぐらいにして、作業進んでいきたいと思います。お？なんか見覚えのある小屋だよね。なに？匂いの危険レベル。はあ。雪の匂い。雪だるま。危険レベル白。はあ。時々黄色になることも。ん？どういうこと？雪だるまは危険レベルが白。時々黄色になることも。そういうことだね。うん。怪しくない匂い。子犬。危険レベル青。地面を転げ回る匂い。はあ。子犬は青ね。変な匂い。人間。危険レベル緑。ま、ちょっと待って、赤文字で緑っていうのやめろ。うん。絶対に始末すること。なんだと？ちょっと待てよ。これなんかさっきのちょっと雪玉とか必要になってくるんじゃないか？そういうことじゃないか？これ持っていけない？これ。うん。あ、持ってはいけないのか。ほんならこれ、あ、でもあれだね。ここのくぼみで持っていけないんだよね。ちょっと待てよ。これ右と左あるのも気になるよね。ちょっと奥から押してみるか、奥から。ハニー。は？ハニー。あ、右がハニーね。左がダーリン。あ、そうだね。うん、いや、いいね、いいね。え、これ何なんだろうね。また戻ってくるんかな、こっち。今はね、このダーリン、ハニーとしかね、こう調べられないんで、とりあえずね、ちょっと無視していこうか。何だったのかな、あれね。うん。さあ、こっちは何でしょうか。お、またいるぞ、あいつら。おい人間、覚悟はできてるだろうな。あ、例のあのパズルですか？兄ちゃん、パズルはどこ？そこにあるだろ、地面に。え、大丈夫、こいつを突破できるやつはいないぜ。ん？あ、なんかね、紙置いてあるよ。僕こう言いたいんだけどね。うん、兄ちゃん完全にスルーされたよ。あれ？やっぱり今日の新聞のクロスワードの方が良かったかな。何？クロスワード？聞き捨てならない、失言だ。うん、何これ。貴様に言わせれば、あ、俺様に言わせればか。え？お子様チャレンジのパズルより難しいものはない。お子様チャレンジって何やねん。え？お前、本気で言ってんのか？あんなの赤ん坊用だ。よくも言ったな。おい人間、貴様はどう思う？はあ、まだ選択肢？え？お子様の方が難しいのか、クロスワードの方が難しいのか。いやごめん、僕お子様ワードの方がわからないからね。クロスワードでいいんじゃないか？二人とも、どうかしてるぜ！クロスワードなんて楽勝だ。答えは毎回同じ。全部の四角に Z と書けばいい。はあ。
だってクロスワードのマスを見てみると、うん、居眠りしちゃうからな。にゃーはははは。いやー、ユニークなね、弟さんですよね。うん、ま、パピルスの頭は普通じゃないからな。うん。昨日なんてあいつ星占いを解こうとしたんだぜ。うん、バカだね。うん、これ何だったの結局。は？何これ？モンスターキッズ文字探し。うん、ブルドックン。あーいいね。やたら汗かいてるけどね。うん、わー読みにくいな。不思議アロテニベケナモ。これが何パズルってこと？いやーみんな隠れた言葉、隠れた言葉を見つけられるかな。うん、おーってお前おーって言うよちゃんと。うん、うん、秋、モンスター、ハマキ、冬。あ、このワードを、この中から探せっていうこと？あ、なるほどね。うん、あのね、一番気になるのが、スフギ、アロテニ、ペケナモっていうのがね、うん。まあ、完全にね、まあ、一番上の段な気するけどね。うん。うん。あ、ごめんごめん。あ、ごめん、もう、うん、勘弁してください。はいはい。さらにね、進んでくるとセーブポイントがあったので、ちょっとね、セーブしたいと思います。うん。ん？いつかネズミはスパゲティを温める方法を見つけるかもしれない。あ、そう、そう思ったら、決意がみなぎった。これね、前半にもあったよね。なんか、チーズをどうのこうのってやつ。あ、ほんでほら、穴あるもんね、また。チューチュー言うんじゃないか？あ、ほらほら。チューチューチューって言うんだよね。チュー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 って言うんだよね。これね、A ボタン押したらね。うん。いや、いろいろね、なんか調べたいけど、それは、次回のお楽しみ。はい。ということで、今回はね、この雪山の方をね、冒険いたしました。途中でね、なんか動くものしか捉えられない犬だったり、なんかね、雪だるまとか、あとね、なんかあの雪玉でね、ゴルフゲームなんてしましたよね。はい、そしてたびたびね、あの骸骨兄弟がね、出てきましたよね。とにかくこのゲーム、キャラクターがね、ユニークで可愛いよね。さあこの先どうなっていくんでしょうか。今回はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録、面白ければ高評価よろしくお願いいたします。そしてよろしければ次回の動画もぜひご覧くださいませ。ありがとうございました。ヨットでした。